はい、アンスタミュージックです。今回のフィーチャースカウトなんですけれども、イバラが来たということで、はい、今回マジでちょっと気合を入れてね、ガチャ回したいと思ってるんですけれども、まあ、その前に、まあ、あのイベントが終わりまして、はい、無事に私あの博士先輩ね、お迎えできました。はい、まあ、博士先輩350万だったんですけど、まあ、360万まで行ったんですけど、あのね、博士先輩撮ったのが終了の2時間とか3時間前くらいだったかなに撮って、で、まあ開花できる素材が全然なくて、とりあえずレベルだけマックスにして、あのセンターにしたらこう爆発的にね、あのハイスコアランキング本当1100何位とかだったんですけど、もうあの一気にジャンプアップできまして、あのね、おかげさまで金トロフィーいただけました。ありがとうございました。いや気持ちよかったよ一気にね、だからさ、開花できてたらもっとスコアいけたんだろうなって思うと、いやちょっと悔しいね。いやちょっとやっぱ素材がねなかったから、まあ仕方ないんですけど、そう、いや、あの博士先輩の顔とかも顔の石とかも全然持ってなかったんで、いやちょっと今後はねそれを見据えてちょっとイベント頑張ろうかなって思いました。それで、結局私あの特攻なし、千秋先輩とあのみつるが、まあ、優勝ガチャ毎日引いたんですけど結局出なくて、でもこれってね逆に言えば、あのほらもうこれからねイベント走る人にとってね、いい情報になるんじゃないかとポジティブに考えまして、結局私が、350万ポイント貯めるまで、特攻なしで貯めるまでかかった数なんですけど、ね、ダイヤ990個かかりましたね。はい、だいたい、まあ、20.8連くらいそう、まあ、あの30連いかないくらいのダイヤを砕いたことになりますかね。はい、まあ、そんな感じだったかな。そう、特攻なかった、やっぱでも特攻あった方がやっぱちょっとやっぱポイントの溜まり具合とか全然違うんで、そう、まだ私星5スカウトのイベントの特攻を手に入れたことないんですけど、そう、今回ミツルも、ね、手に入れられなかったんで、まあ、多分普通よりは、まあ、多めに砕いたかなって思うけど、まあでも30連未満のダイヤで、まあ、990個なんでね、まああの博士先輩ゲットできました。はい、で多分ねもっと効率よくあの S プラスとかであのイベント曲終わらせて、もうずっともう周回してた方が多分良かったと思うんですけど、私ちょっといろいろな曲やったり、あとこう育成いろいろさせたくて、星2のカードを育成させてちょっと衣装とか解放したかったんで、ちょっとあんまポイントはとりあえずまあ S になるかなくらいの感じのスコアで終わらせてたんですけど、だからもっとね多分効率よくいけばこれ以下で走れるとは思うんですけど、うん、まあでも私は990個で、一応ホイッスルの数もね数えたんですけど、ね100個メガホンを10として100個分ですね。はい、まあ、100個もらえたということでちょうど100個もらえる計算になるんだね。まあ、そんな感じでね、はい、今後ね、イベントもしあの推しキャラが来てどうしようってなった方はね、まあ、あの最低990個、まあでも分かんない、人によってはねもしかしてこうカードの強さでもっと砕いたりとか、ね、もっと少なくできたりとかできると思うんですけど、私は990個かかりましたって感じです。はい、あの参考になればいいなって思います。で、あのちなみに、編成はこんな感じでしたね。はい、緑色のカード、まあギルティータイプですね、ギルティータイプのカードを私一番まあ育ってたので、うん、まああの楽っちゃ楽でしたはい、ということでね、まあそんな感じのイベントでした。はい、それではね、スカウトに行きたいと思います。さあお願いしますよ。いやマジでこのイバラカードめっちゃ欲しいです本当にね、本当に欲しいんですけど
はい、ということで茨が来てしまいました。はい、偽りの指揮官ということで、はい、この開花前もね、この悪いこと考えてそうな顔がまさに茨って感じでいいと思うし、で星4に、今回ホッケーですね。かわいい、超かわいい、真面目な天然ってありますけど、確かにあのもうホッケーって真面目な天然だよね本当に、いやいいと思います。ホッケーも欲しいです。そして、星3に今回は、アドニスと、ひなたくんが来てますね。はい、ということで、さあ今回ちょっとね、前回の辰巳くん編ではねかなりの神引きをしたんですけど、今回はどうかな、マジで欲しいんじゃ欲しいんじゃ。で、まあ、チケットがね今2枚あるんで、とりあえずチケット2枚、まあ単発も優勝スカウト引くでしょ。はい、まあ、とりあえずちょっと21連行ってみたいと思います。まずはこれで来ないかな単発で頼む。はい、まあ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 、お、まあ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 、マジでまあまあ、ありがとう。さあさあ、どうしよう、ちょっと待って、 A to Z のこの千秋先輩もちょっと欲しいんで、ちょっとこっちの優勝まだ回してなかったんで、はい、白さあ、お、つむぎ、ありがとうございます。よし、じゃあ早速チケットでまず回したいと思います。お願いしますお願い、茨、いやマジでさ、あの衣装めっちゃ好きなのよ。なんかこう看守さん的な感じ。うわー、来た、コズプロ、あ、え、来たんじゃない、もしかして。あ、いつちょっと待って、笑ったわ。あれ、茨こんなこと言ったっけと思った、マジで。リンネ君来てくれました、ありがとうございましたいや待って、前回、あ、でもさ、前回ね、辰巳くん編で、あ、アドニス、辰巳くん編で、あのヒーロー君来てくれたんですよ。これ兄弟揃ったよ。お、ひなたくんも来た、星さんが揃ったね。よし、いっちょド派手にって、あれ、茨キャラ編したのかなとマジ思ったわ。だってさ、コズプロ来ると思うじゃん。うわー、ヒメルさん、やった、嬉しいぜ。ヒメルさんありがとう、いいね、ありがとうございます。いや、ヒメルさんね結構好きです私。うん、こう前髪ね、あのちょっとあの気になる時あるけど、すごいかっこいい。で、ひなたくんと、あ、あ、そう、佐久間さんだけだったの、星さん持ってないキャラ、あと佐久間さんだけだったんで、これで全員揃いましたね、星さん嬉しやー。ということで、あとアドニスで、あのリンネくんが来てくれましたね。やった、かっこいい。いや、リンネくんもさ、イケメンだよね。なんかマジでさ、クレイジービーの曲めっちゃ好きなんでね、嬉しいです。ということで、まああの、ちょっと、茨じゃなかったけど、いやでもまあ、星5来てくれたんでね。ん？あ、あとは、じゃあ、ホッケと茨ということで、頼む、お願いだ、2回連続虹ってある？あるか？ないか？ない？あ、なんか虹の後に白だったから。あ、でも、まあ白でも可能性あるんだよ。いや、私は捨てない、まだ気持ちをアドニス、ママさ、お願い。おお、なんかいいね。おお、貫突しちまう。おおひなたくん貫突しちまうよ。はい、お、来た、ホッケ来た、やったね、真面目な天然ホッケくん来てくれました、ありがとうございます。ということで、え、待って、ひなたくん、あ、違う、こっちのひなたくんじゃない、こっちのひなたくん、びっくりした、もう6枚目来たのかと思った。ということで、ひなたくんとアドニス、いいね、ひなたくん、ドンドンドンって3人来てる。まずホッケが来てくれた、ありがとう。
ということで、あと残りは、まあ、茨なんだよな、茨くんなんですよ。はい、とりあえずあとね10連回したいと思うんですけど、あのね、あの茨は狙うんですけど、まずちょっと今回はこの30連でちょっと終わりにしたいと思います。っていうのもちょっとあのアンスタ5周年が迫ってるじゃないですか。5周年、明日ニコ生が あるんで、明日多分いろいろ発表になると思うんですね。それでいつもだったらなんかこうクラス別スカウトだったりとかが来てたので、もしかして今回も何かしらのスカウトがね来るんじゃないかなってこう一部でささやかれてるじゃないですか。そう、それがちょっと何なのかっていうのをちょっと確認して、であと次のイベントも確認してからかな。うん、多分もしかしたらお得なダイヤとかもね売ってくれるんじゃないかなって思うので、ちょっとそれらを確認した後に改めてね、あの追いたいと思います。はい、まあ、茨はね、まあ、手に入れますよ私、うん、頑張って手に入れたいんでね。はい、とりあえずでもあの明日のちょっとね情報を見てね、あのリベンジしたいと思います。そう、イベントがさ、どこのユニット来るかね気になるじゃないね。私はもうアンデとさエデンってさ言ってたのにさ、もうあの前回さ博士先輩来てさ、今回茨来たからさ、まあ、でも、まあ、可能性はなきにしもあらずですけどね、うん、もしかしたらアンデ来て、まあ、博士先輩の星さんで登場とかそういうのもあると思うんで、茨もしっかりなんで、まあ、とりあえず明日だよね。ということで最後普通に引いちゃったけど、お願い、2時頼むいやー白いなー、いやでも白でも来るんだよな。さあ頼む、白でもさ初め関係ないのかしら、どうなんだろう。これはあ、アドニス、これこ、これあ、マオちょっと待っていや、ありがとうございますということで、はい、マオ2枚目が来てくれました。あれ、なんか前のさスカウトの時もマオ来てくれた気がする。ありがとうございます。ということで、はい、私の結果はねこんな感じでした。はい、まあ、茨はねちょっと来てくれませんでしたが、まだちょっと、うん、あのまだ諦めないです。はいはい、ということで、残念ながらね、まあ残念って言ってもリンネ君来てくれましたからね。そう、リンネ君とホッケーとか、あと星さんの子たち来てくれたので、まあまああと茨だけなんですよ。茨だけなのでちょっとね、あのリベンジまた頑張りたいと思います。まずはでもちょっとあの何かしらのスカウトが来たら、ちょっと今はちょっとドキドキしてます。はい、何かしら来るんじゃないかなって思ってるんで、はい、とりあえず、まあ、明日の、まあ、ニコ生の前にちょっと発表あるか分かんないんですけど、ちょっと明日ね楽しみにしてたいと思います。はい、ということで、フィーチャースカウト茨編でした。またリベンジしたいと思います。ありがとうございます。